コンストラクタは、オブジェクト指向のプログラミング言語で新たなオブジェクトを生成する際に呼び出されて、内容の初期化などを行う関数あるいはメソッドのことである。対印義語はデストラクタ。オブジェクトの生成は、メモリ割り当て初期化の2段階を経て行われるが、コンストラクタを持つプログラミング言語では、メモリ割り当ては言語機能に組み込まれ、初期化用のコードのみを記述するのが普通である。 ジスでは、構築詞という直訳が割り当てられている企画もあるが、コンストラクタという用語が使われている企画もある。超音符をつけた、コンストラクターという表記を採用しているドキュメントもある。C、Java、C、PHP など、クラスベースのオブジェクト指向言語では、コンストラクタは、クラスのメンバーとして定義される。C、Java、C のコンストラクタは、 クラスメイト同一の名前を持ち、戻り値指定のない関数であるかのような記法となっている。以下に Java の例を示す。クラスサムクラス、サムクラス、初期化用のコード。サムクラスオブジェ、イコールニューサムクラス。なお、コンストラクタについて、クラスメイト同一の名前を持つ関数と説明している場合があるが、C や Java では厳密に言えばこれは誤りであり。 コンストラクタには名前はない。C ではクラス名と同一の名前を持つメンバー関数を定義することはできない。一方、Java ではクラス名と同一の名前を持つメソッドをコンストラクタとは別に定義可能であるが、これは混乱を招くだけでなく、クラス名を大文字で始め、メソッド名を小文字で始めるという Java 公式の監修に反することにもなるため、 通例コーディング規約で禁止、または、非推奨とされている。また、PHP ではコンストラクト、Ruby ではイニシャライズというように、特定の名前を持つメソッドを作ればそれがコンストラクタになるというプログラミング言語も存在する。コンストラクタに渡す引数により、初期化のバリエーションが定義される。特に、パターンとして名前を持つコンストラクタは以下である。 JavaScript はプロトタイプベースのオブジェクト指向言語であるため、クラスは存在せず、入園算式きで通常の関数を呼び出すことで、コンストラクタとして動作させる。コンストラクタとして呼び出された関数では、ディスは新しく生成されるオブジェクトを指すようになり、またプロトタイププロパティも設定される。なお、ECM スクリプト2015以降は、キーワードクラスをサポートし、 クラスの関数プロパティコンストラクターとして、コンストラクタを定義し入園残子に渡される式で暗黙に呼び出される。ありがとうございます。